他になんか興味の引くものってのはないんですか。料理。あ、料理ね。料理ね。こんなつみはないですよ、ね。料理は。ほら、見えないことを中村さんっていろいろするのね。料理上手。いや全然上手じゃなくてなんかこう。好き。うん、なんか結構作るんですか。たまに。なんかメニューは納豆スパ。納豆スパ。納豆スパ。とオムレツとか。テレさんの趣味まで聞いてませんよね。テレさん。僕の趣味は別に趣味はないですけど、掃除が好きです。また裏切ってくれたテレさん。掃除が本当に片付けることが好きです。あの朝起きて一番最初にやるのが掃除だもん。偉いですね。掃除っていうのは掃除機から。掃除機。掃除かけてこういうとこ。まず布団を干すでしょう。はあ。であのとてもマフィアになりたいですよ、ね、そうだよね、思えないんですよね。まず布団を干してであのダスキンみたいなのあるじゃん、はいはいはい、あれでこれ落としてこれ落としてで掃除にかけて、うん、その間に一発布団叩いたりして、うん、で布団入れてで綺麗にして、うん、でそれでコーヒーをいっぱい、うわかっこいい、飲んでテレちゃんの家行ってさ、ベッドに座ると怒るんだわ。そう、ベッド悪いけどそこに座らないでくれる。うん、それ今干したてだから。だって布団でふわふわしとるのがいいわけじゃん。はい、座ったらべちゃごになっちゃう。なるほどね。すごいな。でももしテリさんがマフィアになったらすごい豆な。そうそう。ちょっと待って動くなお前。布団の上には座るな。ふわふわしてるんだ。綺麗好きなんだな。すごいな。